日本では、クレイル・ドゥニと表記されることもある。パリの高等映画学院で学んだ後、ジャック・リベット、コスタ・ガブラス、ジム・ジャー・アームッシュ、ビム・ベンダースなどの助監督を務めた。1988年、長編、ショコラで映画監督としてデビュー。かつてアフリカに住んでいた自身の経験をもとに、カメルーンを舞台に、フランス人と現地住民との交流を描いた。 本作がいきなりカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され注目された。1994年のパリ18区夜はパリで実際に起きた事件をもとに制作。第47回カンヌ国際映画祭のある視点部門に出品された。また、ビムベンダースがもし地球が24時間後に亡くなるのなら最後に見る映画の一本は 間違いなくこの作品であると語ったことでも知られる。1996年のネネットトボにはロカルの国際映画祭で金表彰を受賞した。1999年にドニラ・バンを主演に制作した美しき仕事は第28回ロッテルダム国際映画祭、KNF 賞など多数の賞を受けた。近年はスイスの学校ヨーロピアングラデュエートスクールで 教弁もとっている。ありがとうございます。